三谷坂は、和歌山県桂木町三国の入坂道神社を起点と、地、笠松峠を通り長石道へ合流する、高野三景道の一つである。高野三景道の一つ、三谷坂として、世界遺産、紀伊産地の霊場と三景道の構成資産に、登録されている。三谷坂は高野三景道の一つで、和歌山県桂木町三国のニュ姫人の、 高林地とされる乳坂土神社を起点とし、旧坂の笠松峠を通り、道上の鎮座地とされる乳津姫神社を経由し、長石道へ合流する。もしくは乳津姫神社を経由せずに直接、町石道に合流する三景道である。高野山へは、自尊院を起点とする長石道を通るよりも距離が短く短時間での高野山景が可能である。 経路沿道には空海の伝承に関わりある石造物が依存する。長石道からニューズ姫神社へ参詣するには、迂回が必要となるため、ニューズ姫神社への参詣道とも言われ、起点のニューサカド神社あたりに住んでいたニューズ姫神社総監主が、ニューズ姫神社へ往復するために通ったのが起源と伝わる。平安時代の高野山への表参道として整備され、かつて、 ニューズ姫神社の神主や直子が通る道としてよく利用された。別称として、三谷道、あるいはニューサカド神社とニューズ姫神社を行き来するのに通ることから、天の道、または1924年に、ニューズ姫神社が、官兵大社、正一くらいに昇格を記念する昇格報告祭で、直子が通ったことから、直子道とも呼ばれることがある。平安時代延世紀に、 白川上皇の第四巫女で、仁那寺第四代門企画方法神皇が、高野三景堂として三谷坂を利用したのが、記録的には初見であり、高野三景堂の中でも、三景のために利用された歴史的起源を、平安時代中期にまで遡って検証できる、道である。それ以前から木の川と天野を往来する道として、利用されていたが、三景堂として、 平安時代にはすでに開かれており、高野三景堂の中でも最古級であると言える。高野三景堂として利用した記録として、里四方法神皇の小室御所各方神皇高野山古参道日記があるが、その参道日記に、三谷坂は木陰にして、深き泥なし道ほど近し方々神明の良し上下、喜びをなすとの記述がある。 三谷の乳坂道神社と天野の乳渦姫神社とを結ぶ旧坂道の三景道ではあるが木陰があり水はけもよく道の状況が良かったことが三郎日記から読み取れる高野山へは町赤道に比べ距離が短く迂回することなく乳渦姫神社に参景でき木陰があり水はけがよく道の状態も良いことから平安時代に高野三景道として よく利用されていたことが伺える。明治時代になり、木の川に加境されるまで、京都方面から来た場合には、木の川の私を利用したことから、ニュー神社近くの木の川中流の三国津で下船し、ニュー神社から三谷坂へ向かったとされる。現在も、木の川の堤防脇に、ニュー神社石碑が立ち、ここが実質的な起点となる。 入坂戸神社に参拝した後、社殿の背後に位置する宮滝で水彫りによる決済を行い三谷坂を登り始める。宮滝を出て喫茶北手岩、京門岩の少し先までは果樹園が広がり、休憩所と水場が設けられている宝木レジグラまでは林道として舗装されている。区間最高地点となる笠松峠の前後は古道が途切れており、 和歌山県道百九号市が三国線に出る。その後再び山道へ戻ると、あとは下りとなり、再度県道百九号に抜けると、ニューズ姫神社へと至る。現在、三谷坂を登る際には、JR 和歌山線の明治駅が起点となり、木の川に架か,かる三谷橋を渡り、ニュー坂戸神社を目指す、ことになる。また、下る場合には、ニューズ姫神社と笠田駅の間を、 葛ツ町コミュニティバスが運行している。2016年にユネスコの世界遺産、木遺産地の霊場と三景道を構成する、高野三景道の構成資産の一部として、入坂戸神社を含め、三谷坂が追加登録されている。ただし、前日したように、三谷坂の前半は、地域住民の生活道でもあるため舗装されており、笠松峠付近は県道により途絶えていることから、 こうした区間は登録範囲から除外されている。ただし、舗装箇所の一部は、道として、移行の形状に何らかの改変が加えられつつも、警備で復元可能であり、路肩の土手の流出崩壊防止措置を担っているとして、登録対象となっている区間もある。三谷坂を破壊した、工事現在、三谷坂を横切るように新たな道路と、 トンネルが建設されており、その工事に伴い三谷坂の一部区間が改作され、失われた。振動のトンネル開通後は上部を埋め戻し鼓動を復元する計画だが、申請成は完全に損なっている。ありがとうございます。